皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今日はですね、ちょっとあんまり大きな声で紹介できないことはないんですけど、ちょっと地域柄大阪ということで大きな声でちょっと言えないんですけど、そういった商品を紹介させていただきます。肩膜っていう商品でして、こういうものとか、こちらですね、ペンケース、ペンケースと名刺入れと、パスケースですね。素材なんですけど、ちょっと大阪なんで大きな声で言えませんけど東京ドームの天井の膜の端切れでできているんです。これね、あんまりね、大阪でね、東京ドームのとか言っちゃいますとね、ちょっとね、なんせ大阪とか、兵庫の関西はやっぱりもう阪神がメインなんで、なんで甲子園ちゃうのって言われるので、ちょっとあえてちょっと大きな声では言ってますけど、で、これのね、非常に面白いところ、面白いところと言いますか、面白いのはこの素材がですね、太陽の光に当たることによってずっとだんだん白くなっていくんですね。この商品を店に展示してるんですけど、かれこれ約1年、1年もいてないんですけど、約1年ぐらい経つんですけど、ほぼ汚れがつかないんですね。本当に不思議な商品。ちょっとね、最初の方も紹介できてよかったんですけど、最初の頃よりかはやっぱり若干白くなったかなっていう気はいたします。非常にね、強くてですね、しなやかで、すごいエコなね、商品だなって最初思ってたんですけど、こう素材そのものがね、すごい面白いなっていう気持ちが変わっていきまして、常にね、これ持ってて、実はこれ、お客様にもそうなんですけど、実は結構言えませんけど、東京ドームの膜でできた、歯切れでできた素材なんですって言って、さりげなく小さな声で進めてます。で、同じく肩膜シリーズで、こちらなんですけど、こちらはですね、テント地です。これは東京ドームのマークではなくてテント地になっています。でテント地の、歯切れで作ったですね、小さなクラッチバッグになってますので、この中にですね、大体の B5 ぐらい、B6 ぐらいですかね、のノートとかですね、この辺の、この辺の筆記用具なんかをちょっと入れてね、持ち歩くには非常に便利なので、こちらもかなり丈夫ですね。こちらの商品です。丈夫さに関して言えば、断トツこっちの方が丈夫です。扱っても全然大丈夫なので、本当にこれは面白い素材として今回ちょっと紹介させていただきました。でデザインもね、すごいシンプルなのでね、飽きが来ないと思いますので、プライベート、
プライベートにでも構いませんし、仕事でね使っていただいても、まあ、こういうふうな本当シンプルなデザインなので全然問題ないかなとは思います。はい、今回はですねあんまり大きな声で紹介できませんでしたけれども、ちょっと地域柄、はい、ちょっと面白い、東京ドームのマークでできた商品を紹介させていただきました。今回もありがとうございます。